はい、どうもこんにちは、ともきんこと、ともがにりょうたです。最近、また、僕の絵描いてくれたっていう人とか、あとアルバム作ってくれたっていう人がいて、で、3人ぐらいからメッセージいただいたんですよ。でもこれね、めっちゃ嬉しいです。まあ、なんでか、この、こいつもなんかね、一緒についてくるんですけど、イラストの中にね。でも、もうそれでもめっちゃ嬉しいですよ。だから、今日はね、皆さんに、それを自慢したいと思います。はい、いかがでしたか？こういうのね、僕見たらね、めっちゃ嬉しがりやから、なんかもう絶対紹介しようって思うんですよ。動画とか出した時に。で、まあ、こいつはま、書いても書かんでもま、どっちでもいいんですけど、ね、僕のイラスト書いてくれたよっていう人は、もうぜひぜひ僕までね、メッセージとかいただけたら、もう、そこで取り上げるんで、もうね、ぜひ、これから書こうかなっていう人とか、いや、ま、書きたくないっていう人、まあ、それぞれいると思うんですけど、もうぜひね、書いたっていう時はもう、言ってください。はい、それじゃあ、ボイパ講座に移ります。今日はですね、リクエストもらってて、バブルスクラッチを教えてくださいっていうリクエストがあったんで、それについて答えていこうと思います。はい。これがバブルスクラッチになって、で、今日はこれについて説明していきます。で、これの出し方として、まず、大前提にあるのが、ジッパーができること。ジッパーってこれですよ。はい。これね、出し方。前の動画ぐらいかな。に、ジッパーを使ってサンプルビートっていうのを紹介してんけど、このやり方をちょっとだけおさらいするよ。このジッパーっていうのは、まず、こんな口の形にしてください。で、この口は、上唇が下唇を覆いかぶせる、そんな感じで、形作ってください。で、この口の形のまんま、息を吸い込みます。スッて吸い込みます。そしたら、っていうような音が出るんで、これでジッパー完成です。じゃあ、次に、このジッパーが完成したら、今度、吸い込むときに、いびき。このいびきの音を立ててください。このいびきの音を立てながら吸い込むって感じ。そしたら、成功したら、こんな音が鳴ります。はい。いびきの、っていうのをやったら、こう、震えるんですよ。上唇と下唇が。で、この振動を利用して、このバブルスクラッチっていうのを出してます。で、この、っていうのが、出たら音が。そしたら、スッって感じで、吸ってみてください。そしたら、こんな感じの音が鳴ります。で、これをもうちょっと長めにする。はい。こんな感じでできたら成功です。はい。で、このバブルスクラッチできたとしてもどこで使うねんっていう話になるんですけど、これは、例えば、ブーツ。みたいな感じで、こう、ビートの転換するときとか、まあ、あとは、いろんなパターンがあると思うんで、まあ、それは自分なりにちょっと探してみてください。まあ、こんな感じでバブルスクラッチできます。ぜひ、使いどころ結構難しいけど、できるようになって使ってみてください。はい。今日のボイパ講座いかがでしたか？こんな感じで皆さんからのリクエストに答えています。Facebook、YouTube、Twitter、どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録をして、動画の最新情報をゲットしよう。それでは、See you next time. また次回もお楽しみに。